はい、おはようございます。ガチンコサイクル TV 特派員第1号のスーナリ妖怪スーです。本日はですね、早速、こちら、じゃじゃん、ワイズロードさんへお邪魔しました。今日ちょっと早速やっていきたい企画があるので、それを早速やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、早速店内に入ってまいりました。こちらをご覧ください。はい、こちら私のですね、グラベルバイクになります。シクロクロスを最近ちょっと始めまして、めちゃくちゃね汚い状態になっております。でこのちょっとバイクを使って、本日お世話になる奥平さんになります。どうもこんにちは、ワイズロード川崎店の店長奥平と申します。今日ははいチェーンをはいもう綺麗にしたいと。はい、めちゃくちゃ綺麗にしていただきたいです。はい、わかりました。はい、お任せください。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあちょっとで自転車見させてもらおうと思うんですけど、はい、なんかこれなんすかこれ。なんかめっちゃ汚いですけど。そうですね。何塗ってますこれオイル。今日朝5時からあのオリーブオイル塗りたくり。オリーブオイル。普段オリーブオイルが使ったことないんですけど、料理にしか使わないんですけど、はい、いや本当にもう本当に自転車の今日ごめん、本当に今日はごめんって思いながら。ちなみになんですけど、あの今日は趣旨としては、はい、もちろんチェーンきれいにするのが趣旨なんですけれども、はい、なんできれいにするかっていうと、はい、いいオイルを使いたいんですよ。はい、でいいオイルを使うときには、はい、チェーンをちゃんときれいにしなければいけませんっていうことなんで、はい、やりすぎこれはやりすぎ、ごめんなさい。もうシクロクロスの練習も兼ねて、はい、砂浜の方を朝行って、なるほど、砂浜もこうちょっと走ってきたりして、はい、なんでクリーニングしないでチェーンオイル塗っちゃいけないかっていう話を、はい、髪の毛で例えると実はすごく分かりやすくて、はいはいはい、髪の毛洗うときに、はい、リンスばっかりやったらどうなります？トゥルトゥルすぎ？トゥルトゥルすぎだし、はい、それずっと1週間、はい、リンスしかやらなかったら汚い、やばいじゃないですか、はい、もうカピカピになります、はい、カピカピっていうかなんかドロドロな感じになるじゃないですか。なのでちゃんと汚れを取った後にトリートメントしてあげることで、はい、サラサラで綺麗になるじゃないですか、うんうんうん、チェーンも全く一緒で、はい、汚れが入った状態でチェーンオイルを塗っても確かにその場は良くなるかもしれない。うん、けどやっぱりごまかしでしかなくて、はい、で今日は砂浜の中砂浜を走ってもらったというかね、こうやってやるとザリザリしてるわけですよ。なのでこうやるだけでもザラザラしてるんですけど、このザラザラした状態でチェーンを動かしたりスプロケットを動かしたりすると、はい、ここが今ヤスリ状になってるわけですよ。うん、ヤスリの中で動かしちゃうと当然消耗が早くなる。そうですよね。なので消耗が早くなっちゃうと、はい、せっかくオイル塗ってもやっぱり良くないし、チェーンの持ちも良くなり、なくなります、はい、ちなみにチェーンが伸びるって聞いたことあります、ね、あります。チェーンが伸びるっていう言葉を聞くと、はい、なんか全体的にチェーンがビョーンって伸びてる感じすると思うんですけど、はい、実は伸びてるのってこの中の一つ一つのコマのところが噛み合ってるんですけど、はい、噛み合ってるところが痩せて隙間が空いて1個ずつがコンマ何ミリコンマ何ミリっていう形で全部が消耗した結果チェーンが伸びるっていう、そういう風になるんですよ。なので汚れてる状態の中でそのまま使ってるとチェーンの伸びが加速します。あ、そうなんだ。なので綺麗にするっていう行為が実はすごく大事なんです。まあ、今日はここまでになってるんで、はい、あのチェーンをもちろんやるんですけれども、はい、まあ、全体的に綺麗にするっていうのもあの見てもらって、はい、まあ、参考にしてもらって他の方たちも、はい、あ、こういうふうにやるとチェーン綺麗になるんだ。でさらに今日は特別なオイルを用意してます、はい、それを実際乗ってみてもらって、はい、いいオイルってこんなに良くなるんだっていうのもプラスアルファで感じていただけると今日大成功っていうふうになるかなと思います、はいはい、よろしくお願いいたします。あとこの手で回してもらった感じも覚えておいてもらうと、ちょっと回してみてください、はい、まあでも普通ですよね、重さ的にはこんな、まあ、重さは普通ですけど、まあ、こんな感じだけど音がジャリジャリしてるよっていう。そうですね、はい、はい、これが外れたチェーンですが、間とかねほら砂が、はい、今
回こちらなんですけれども、マックホフが開発に3年間かけて作りました超音波を利用したチェーンの最適化コーティングシステムでございます。まずこちらの、ワッシュタンクでチェーンをしっかり洗います。でどんなにルブであってもチェーンが汚かったらそのルブの効果も発揮できませんし、どんなにルブであっても、ピンとコマチェーンの一番重要なところにしっかり潤滑できなければ意味がありませんので、そちらをマックオフとして開発したのがこちらの機械でございます。超音波を使うことによりまして、超音波のその、真空の泡ですね、そちらが弾けることによる、衝撃波によって汚れを取る、でなおかつその衝撃波によってルブを芯まで入れるっていうのがポイントでございます。こちらの方は、マックオフの方で、チェーンに使うのに最適な周波数並びに温度、しかもこちらの方にウルトラソニッククリーナー、こういったクリーナーも自社で開発して作らさせていただきました。こちらのシステムを使っていただくことによって、誰でも、同じような条件で常に安定した製品ができるような形になります。なお追加でございますけれども、こちらのシステムを使うことによりまして、自転車のアワーレコードですね、こちらの方も達成しておりますので、現在最先端のチェーンの、施工、コーティングシステムでございます。ぜひよろしくお願いいたします。まずは、はい、洗っていきます。あ、でももう今段階結構そう、もう色がこの時点でだいぶ綺麗にはなってると思います、ね、そうですね。これは普通の水ですか？いや、これは洗浄液使ってます。あ、洗浄、あ、なるほど。これブラシは金ブラシとかですか？いえ、これはね、あの豚毛のブラシだったと思います。結構柔らかいやつですね。あ、そうなんです、はい、じゃあ今から入れていきます。はいはい、でこれ今入ったんですけど、ここから10分間、表側10分間裏側っていう形で超音波にかけていきます、はい、ではいきますね、はいはい、多分音入れると声が聞こえなくなると思います、うん、多分モワモワモワって、ちょっとした刺激は入れるような感じでこういう風に。へー。でこれで裏返すとまたふわーって出てくる。で反対側もこういう風にやって、こういう風にこれを全体的にやってあげてから中に入れる。はい、でもう一回入れます。はい。でこれでまた10分です。はい。もうごめんなさい、本当にもう。うわもう泣いてる、自転車が泣いてる。泣いてますね、これはやばいです。もうオイルを塗りたくりすぎてすごいな。実はね、これが一番綺麗になるんです。はい、あ、それ何でしたっけ、激落ちくんで、この時に擦っちゃダメなんですよ、はい、撫でる。へえ。やっぱそれ擦ると結局取れてないやつが傷つけるってことですか？そう、それもあるし、あの艶消しが艶消しじゃなくなっちゃうんで、あの擦って、あ、なるべく水でいっぱい濡らして、へー、表面の後、あ、終わった、完成で、やった後に、はい、マイクロファイバーウエストで、あ、へー、ほら、うわ、めっちゃ綺麗、めちゃくちゃ綺麗はい、輝いている。ちょっと触っていいですか？どうぞどうぞ。全く汚れないですよ。ゴシゴシして全然手に汚れが。うわ、すごい。一切、さっきもちょっと触っただけで。これ、こうやって動かしてみると、ちょっとね、キシキシした感じすると思うんですよ。ああ、だからあれですよね、これシャンプーしたての髪みたいな。そう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 。さっきの話で言うと。はい、今あの洗浄液がついたまんまの状態になってたので、それをあのこれ湯煎できるんですよ。なので、ちょっとお湯で全部洗浄液を流した後に、エアガンで、中に入ったあの洗浄液っていうのを全部吹き飛ばしてきました。これも30度くらいなんですか？これもね、温度は同じです。あ、同じなんだ。はい。で、これを、あったかいな、ちょっと。また表裏10分です。で、これもちょっとね、はい、見ててもらうと、はい、まあ今この時点でもうボクボクボクって油、泡が出てきてるんですけど、はい、じゃあオンします。はい、いきます。
もうこの時点で匂いがしますね。うん、そうです。オイルの40度になってる。そう、そうなんですよ。あったかくなってる。はい、じゃあ次、はい、最後です。はい、スプロケットを外したりつけたりするのは実はそんなに難しくないんで、はい、外しちゃった方が奥まで綺麗にできるんで、まあ、掃除も簡単っちゃ簡単ですよね、うん、そうなんですよ。外しちゃった方が、そうそう、奥まってるから取れないんですよね、はい、で別にあの洗浄液使わなくても水の中でジャブジャブやれば、はい、ある程度落ちるんで。なんか一番最初本当に自転車買いたての時は、はい、こういうウエス、なんですか、ウエスって言うんだっけ、はい、こういうなんか切れないような紙に、はい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 、いらないなんかカードみたいなのを巻いてなるほど、ね、ちょっとずつこうやってやったんですよ、はいはい、でめちゃくちゃ効率が悪すぎてめっちゃ時間かかるんで、スプロケをそう外す方法を教えてもらって、あれ買って、なるほど、スプロケ外してお風呂場で修正あ、いや、いいんですよ、いいんですよ、うん、そうそうそう、ゴシゴシやってね、やって、あ、めちゃくちゃ早く綺麗になってたんで、はい、じゃあまあ結構新品くらいに綺麗になってたんで、こっちの方が多分もう取るのはちょっと大変なんですけど、うん、全然そっちの方が綺麗になるし、覚えちゃえば。でホイールいくつか持ってる人なんかはスプロケット交換してちょっとすることになるんで、はい、ここをね綺麗にするといいですね。チェーンが一番乗っかるところ、だ意外と、ね、ここをこうやって綺麗にしとくと、ちょっとね、釣って湯切りします。へえ、すごい。いや、めちゃくちゃ綺麗。めちゃめちゃ綺麗です。はい、ありがとうございます。で、戻していきます。はい、で、チェーンは表裏があるので。あ、そうなんですね。はい、要注意です。字が書いてある方がね、表になります。へえ。役割が違うので、はい、あの裏表で、はい、あのチェーンの擦れて上がっていく役割っていうのが違うので、それでちゃんと分かれてます。それを逆につけちゃうと、あれなんか変速良くないぞみたいな、その違いが分かるくらい、あ、分かるくらい違いますよ。でこれで今ここからまあつなげるんですけど、はい、つなげた後に今この余分についてる油を使って、はい、なじませます、はい、だそうするとこの油が行き渡ってくれるので、はい、より変速がスムーズ。今少し馴染んできたので回してみて、はい、超軽くない？本当だ、本当だ、軽い、めっちゃ軽いですよね。軽い、油塗るときこれはルディキラスに限らずなんですけど、はい、油を塗りたい場所って表面と中どっちだと思います？はい、これね、知ってるんですよ。お、さすが。この中、その通りです、はい、このコマの中っていうんですけど、ここがプレートがこういうふうにあって、このプレート同士をつねてるピンがあった上に、はい、ローラーって言って、これ円がここに入ってるんですね、ここのところに、はい、でこの円とピンの間に隙間があって、その中に入れたいんですよ、油を。で、まあ、通常だとそこにあのスプレーのタイプだったりリキッドタイプだったらこういうふうに転換していくような形になるんですけど、はい、今回ルディキュラスの場合超音波使ってやったので、はい、そのコマの中に入っている空気が振動でベーって出てきて、そこにオイルが入ってるって感じなんで、もうねこのコマの中には十分すぎるぐらい油入ってるんですよ。はい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 、で表面は少し残ってればいいぐらい、はい、っていう形なので、もう完全にそう拭き取っちゃいます、はい、はい、これで一応仕上がりでございます。はい、はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ綺麗になった、はい、これビフォーアフターとかで乗っけたらここやばいことになってますよね。特に後ろなんか真っ黒でしたからね完全に今シルバーになりましたね。いや、すごい、ありがとうございます。はい、はい、それではめちゃくちゃ綺麗にしていただいた自転車で早速走っていきたいと思います。レッツゴー。じゃあ行きます、行ってきます。よし、やばい、やばいっす。まずあのまあ
最悪な状態から来たっていうのもあるんですけど、それをなしにしても普段の乗ってるのと比べても、あのこうパンってこう変えた時、変速変えた時にまず静か、本当にさっき聞いた話でめちゃくちゃこう頭に入っちゃってるっていうのもあるかもしれないんですけど、それを踏まえてもめちゃくちゃやっぱこうスーって回る感じがあって、この時この音がマジで静か、本当に静かです。これがびっくりしました。まず一番感動したのはで、やっぱりあの抵抗はまあもちろんのことなくなってますさっきもう抵抗ありすぎたん でめちゃくちゃ綺麗にしていただいたので、あのスムーズ、変速がすごいスムーズに決まるなっていう印象があります。最高です。